家庭菜園ライフ。杉並区で菜園をやってる高橋です。今日は2023年玉ねぎ栽培の始め方やポイントについてご紹介していきたいと思います。玉ねぎの実際の植え付けというのは、10月11月ぐらいになってきますが、玉ねぎ栽培で成功の鍵になってくるのは準備の方が重要かもしれません。栽培を始めてからいろいろと工夫をしてもなかなか思った結果にはならず、失敗してしまったり、いい玉ねぎができないということも多いです。重要視していただきたいのは、栽培を始める前の8月9月この時期が重要です。今日は栽培の始め方やスケジュールなどをご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。それでは玉ねぎ栽培は準備が大切と言いました理由を説明していきます。大きくは2つあります。1つ目は、栽培準備が間違えると玉ねぎが遠立ちしてしまうということがあります。これは冬越し前までに玉ねぎが育ちすぎますと遠立ちが早く起こり、栄養成長から生殖成長に切り替わってしまうので玉ねぎの味が落ちるということがあります。もともと皆さん遠立ちというのは気をつけていらっしゃると思いますので、これを起こさないためには準備の段階が非常に重要になってきます。2つ目としては、大きな良い玉ねぎができないということです。苗の状態や畑の状態が悪いと、どんなに頑張ってもいい実にはなりません。途中で病気になったり、肥大しても小さかったりと、なかなかいまいちに思ってしまうことがあると思います。ということで、この2点を起こさないためには準備というのが非常に重要になってきます。それでは玉ねぎ栽培のスケジュールをご紹介していきましょう。まずは品種選びやどのぐらい植えるのかを決めていきましょう。玉ねぎの苗でいいものを手にするには予約をしたり、購入先を決めるのも大切です。欲しい品種を手に入れるために事前に予約をしておいたり、入荷情報を確認しておくといいでしょう。そのためには植える本数や栽培の準備場所を決める必要があるので、夏野菜がある程度終わる8月頃には栽培場所を決めるようにしてみてください。ちなみに私はですね、何年も玉ねぎやってるんですけれども、一番気に入ってるのはネオアースという種類です。でこの種類はですね、玉太りも良くてですね、かなり大きく育てることができますので、いろいろこう品種はありますけれども、非常に育てやすくてですね、貯蔵性もいいということで、私はそういうやつを選んでやっています。これを種苗店でいい苗を購入するようにしています。なかなか自分で育苗するのは難しいのですが、チャレンジ的にご自分でやってみてもよろしいかもしれませんので、ネオアースを概要欄にも貼っておきますので、ぜひ、チャレンジしてみてください。おすすめの方法としては、半分は苗を購入し、もう半分は育苗などとして完全に失敗するというのを防ぐようにした方がいいかもしれません。なぜ苗が重要かという点をご紹介いたします。植えるものを決めたら苗の調達を考えますが、苗がですね、細すぎたり小さかったりすると病気になったり太りづらかったりして、いくら肥料を入れても大きな玉ねぎにならないということが多いです。一方で玉ねぎの苗が大きすぎても遠立ちしやすく満足いった収穫にはなりません。ということで、玉ねぎの栽培のほとんどが苗を調達する時点である程度勝負が決まっていたりするので、8月の段階で計画を決めることが非常に重要になります。続いて9月、土作りや育苗が開始になります。土作りのポイントとしては、肥料を肩にしすぎないということです。肥料が多すぎると冬越しまでに育ちすぎて遠立ちしやすい玉ねぎになります。また窒素分を吸収しすぎると病気になりやすい玉ねぎになります。貯蔵性も悪くなるので、肥料は少なめにしていきましょう。育苗は9月からスタートになります。あまり高温にしてしまうと育ちが悪くなることがあるので、寒冷舎などを活用しながらしてみてください。続いて10月11月です。いよいよ玉ねぎの植え付け時期になります。品種にもよりますが、早生や極早生という品種は10月の後半から11月の前半頃に植え付けをしていきます。
中手の品種は11月の中旬、奥手の品種は11月後半の植え付けになります。これらの品種の違いとしては、早生品種は非常にみずみずしく収穫まで早く、サラダとしてもおすすめの品種です。品種にもよりますが、収穫時期が3月から4月ぐらいのものが多いです。ただし保存性があまりないというのがデメリットです。一方、中手奥手という品種は収穫は5月か6月に入ってからの収穫となりますが、保存性が良く貯蔵に向いているのが、まあ、こういうふうな品種になります。ということで、栽培する品種を決めておけば土作りのタイミングなども決められますので、植え付けなども遅れないようにしていきましょう。続いて12月1月です。冬越しと追肥作業をする時期ですが、あまり防寒しすぎるとこれも育ちすぎの原因になりますので、当該に注意しながら防寒をして育てていきましょう。小さい苗しか植えられなかったという方は逆にしっかり防寒して冬の寒さで枯れないようにしてください。追肥の時期としては12月後半から1月にかけてです。鶏粉などで追肥する方は効果が出るまで少し時間かかりますので、1月ぐらいまでに終わらせておくと肥大化の時期に分解されて効果を発揮します。大量にあげたりやる時期が遅いと逆に保存性の悪化につながりますので、その点は注意してください。ということで、冬越しまで終わればほとんど注意する点は終わりです。収穫時期まで雑草の管理や一部病気になったりする株が出てきますので、そういったものを除去していくようにしましょう。有機石灰や重曹をかけることで、有機石灰は貯蔵性の改善、重曹は病気予防になりますので、2月から4月はそういったものを散布して玉ねぎを健全に育てていきましょう。ということで、スケジュールなどをご紹介しましたが、今回は一つ実験などをしていきたいと思ってます。今年はもう一つチャレンジしたいことがあります。玉ねぎは穴あきマルチを使って栽培するのが非常に成功につながりやすいポイントです。今回は穴あきの黒マルチと透明マルチを穴あきにして栽培の比較をしてみたいと思います。仮説では、透明マルチの方が冬場は温度が上がりますのでよく育つんじゃないかなと思いますが、一方雑草が非常に多く生えますので現在太陽熱消毒をしています。こういった実験で玉ねぎがどうなるかはまた機会がありましたらご紹介したいと思います。ということで、まとめですが、栽培準備である程度勝負が決まってしまいますので、良い苗の調達、しっかりとした土作り、この点は前もって十分にやっといてください。今日は2023年玉ねぎの始め方についてご紹介しました。この動画が参考になった方、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた。